悪魔という、名前でやってるんですけども、ですね、北野さんが、すごい明るい曲で最後締めてくれた暗い曲を弾きます。アクアリウムという曲です。ですね、最初はですね、作った時は海のイメージだったんですけど、規模を縮小してアクアリウムという曲になりました。